お疲れ様です。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 中西涼雅です。名前の由来、そうですね、僕の名前の由来は、ランマ2分の1っていう漫画の黄色い小豚さんのところから来てます。ニックネームは涼雅です。1998年6月8日です。大型です。チャームポイントはエクボ。自分の性格一言で言いますと、明るい。口癖は特にないですね。はい。サッカー。趣味サウナ。特技、そうですね、曲作りとかをしたりしてますね。お気に入りの部位、この辺ですね。得意料理はチャーハンです。好きな食べ物はお寿司、鮭、黒、白、赤。取説1行目、僕に、会う際は笑顔であれば何でも大丈夫です。掃除道具、お風呂、アロマ。こんなんでいいかな。こんな感じですか。なるほど。違う自分の顔ですよね。はい、わかりました。30秒やもんな、もうこんな無理やもんな。最悪や。なんと言ってますか。なんと言ってますか。そうやな、お腹空いたからご飯まだ。事務所の先輩、登坂宏臣さんです。理由も教えてください。そうですね、本当に僕が今こうやってマイクを持ってパフォーマンスしてるのもある意味こう登坂さんと出会ってからでもあるので、まあ、いつか恩返しができるように全力で頑張りたいなと思っています。 XP 時代の思い出、そうですね、9歳の頃からも EXPG に入ってるので、やっぱり初めてステージに立った EXILE さんのファンタジーライブスタジアムのツアーはやっぱ一番印象に残ってますね。ヒップホップです。もうまさにお父さんが EXILE さんのことが大好きで、もうその親の影響で EXPG に入って、もうエグザイルさんみたいになりたいって思ってアーティストになりたいなと思いました。初めてだったステージは、エグザイルさんの2010年のファンタジーライブですね。とりあえずもういろんなダンサーの動画を見る、あとはもういろんな僕たちみたいな、グループを見て、まあ、いろんな構成だったり振り付けを見て、まあね、それの部分もあればそこからリファレンスを得て形にすることが多いですね。ご飯ですよ。最後に食べます。海が綺麗、夜景が綺麗、カレーうどん。ああ、サッカー選手でしたね。何でしょう、学校の先生とかやってみたいですけどね。ベッドです。最近よく聴いてるアーティストは、最近ダンスミュージックにハマってまして、スワディッシュハウスマフィアっていうアーティストを聴いてますね。
音楽ジャンルはヒップホップが多いですね。あとはもう最近 EDM だったり、まあ、R&B も期待しますね。映画、ですね、唯一ちゃんと見てるのがワイルドスピードですね。アニメとそのキャラクター、僕アニメを全然見ないんですよね。それがそうですね。なので、まあでもキャラクターは僕ダッフィーが好きなんですよ。はい、クマが好きです。まあね、最悪は言わんかったよかった、まあ、何やろ違います。なあんのかな。どうと例えると、いや、この前なんかこうクマかもって言ったんですけど、まあ、よく犬に似てるねと言われますね。はい、最悪や、またや何やろ犬でしょうね、でしょうね。はい、アイスクリームの味に例えると、何やろ、チョコ、何やろな、世界一周、集めてしまうもの、何でしょうか、集めてしまうもの、お菓子じゃないですかね。僕ストック期日はありますね。最近でも笑ったこと、うわ、何やろうな、笑ったことか、なんかあるかな、まあ、僕の誕生日会の時に、あの、心が全力でしてたことですかね。最近泣いたこと、いや、泣いたことはもうありますよ。やっぱりこうデビューが、決まった時ですかね。まあ、もちろんデビュー日もでしたし、そのデビューしましょうってなったヒロさんからお話しいただいた時もやっぱうるってきましたよね。失敗エピソード、ありますね。何でしたっけね。いや、僕ずっとはこれ欲しいなって思ってた、まあ、なんていうんですか、靴があったんですよ。これ買おうと思って買った靴があったんですけど、なんかこう表記がこうレディースサイズとメンズサイズとありまして、あの、一応その靴はレディースのやつだったんですよ。でもなんかワンサイズ大きくすると履けるみたいな、買ったんですけど、やっぱり入らなかったですね。幸せ感じる瞬間は、いやー、なんでしょう、やっぱステージに立ってる時じゃないですか。発散方法、とにかく寝る、そして甘いものをいっぱい食べる。いやー、僕は過去に戻りたいかもしれないですね。三度の飯より〇〇が好き、三度の飯より音楽が好き、個性じゃないですか、個性。そうですね、僕はグループでは MC もやったりすることもありますし、まあ、年的にも年上の方になるので、まあ、うまいことメンバーをこう、まあ、まとめるのはつい君がやってくれたりするんですけども、まあ、僕はつい君を支えていけたらなと思いますね。そうですね、やっぱり2019年の際の武者修行、全国、日本全国回ったのは一番印象に残っているかもしれないですね。負けないことは、何でしょうか、常に冷静でいること。うわー、誰でしょう、イーサ、行きたい場所、うわー、行きたい場所か、アメリカにも行きたいですね。アメリカ、オフの日にしたいこと、そうですね、あの、オフの日にはですね、美容院とか、あの、美容系に行きたいですね、朝から晩まで。あ、なるほど、この写真ね、あるかな、だって見せれないやつやばいですもんね。うわ、どうしよう、うわ、悩むな、面白い方やつの方がいいんかな、お気に入り写真か、あ、でも、あ、これいいじゃないですか。これはあれですね、ついくんと仕事で神戸に行った時の、オブジェの写真ですね。いいんですよこれ。で、皆さん、僕の地元神戸に行った際は
撮ってみてください。はい。おー、なんか最後系多いですね。そうですね、最後の日は何をしたい。でも家族に会いたいんじゃないですか、最後の日だったら。なんか最後、そうですね、何を食べたい。お寿司。好きな方言、博多弁。自分の秘密。最近人生で一番高いお買い物をしました。ファッションのこだわりは、そうですね、今日はこれは、そうですね、ちょっとガラガラなんですけど、ついこの間あの登坂さんにいただいたシャツでございます。ファッションアイテム、最近はシャツを着ることが多いですね。ラグジュアリーな感じが好きです。マイブーム、サウナですね。サウナ、もう今1週間に最低2回は行きますね。ルーティン、寝る前にいい匂いするやつをこう横に垂らして寝るようにしてます。必ずバッグに入っているものはボールペン、メモできるように、炊飯器。なんでですか、なんでですか。物ですよね、物ですよね。炊飯器ですよ。米はあって。確かにね。次。あ、誰。いやー、どうしよっかな。これ、あー、粒子にしとこう。なんか、いいことありそうじゃないですか。そうですね。あの、喋っている方の考えていることを見抜ける能力。一番笑ったエピソード、一番笑ったエピソードか、結構ありますけど、まあでもメンバーが基本滑ってる時は面白いかもしれないですね。はい、滑ってる時のメンバー。はい、歯磨き、犬、パン、インドア。そうですね、やっぱりこうまずは今の僕たちと知ってもらうってことが一番ですし、まあ、自分たちのためにライブを見に来てくれる方もたくさんいらっしゃると思うので、まあ、そういった方たちと一緒に、まあ、素敵な時間にできるようにっていうのは毎回心がけてますね。好きなゲーム、僕結構サバイバル系好きでしたよ。最近やってないですけど。好きなフルーツ、いちご。絹。プチ事件なんでしょうか。ですね、ありますね。僕サウナ入ってたんですよ。で、まああいうとこって大体、まあ、銭湯とかってこうロッカーがあるじゃないですか。こうロッカーがあって、鍵を一回なくしました。はい。ついて寄ってしまうコーナーは、何やろう、揚げ物コーナー。変わったこと、いやそれがですね、特にないんですよね、変わったことって。いやでも、まあでもモバイルとかが始まったことですかね。好きな季節は、夏。いや何でしょうかね。なんかたまに思うんですけど、なんかそういう人助け系なのかなと思います。18番は、オレンジレンジさんのいけない太陽。お菓子はポロショコラ。相手のどこを行っても始まり、うなじ。チョコモーモー。前髪さらり。どうぞ次。好きな、涼牙の独り言。はい、そうですね、つい最近本当に登坂さんとご飯に行けました。はい、どこに行きたい、ハワイ、ビーフ、夢は必ず叶う。質問したいこと、
僕の好きなところ教えてください。挑戦してみたいこと、何でしょうかね。でも僕球技得意な方なんですけど、まあ、蹴るのは得意なんですよ、ボールサッカーしたので。でも投げる方がすごい苦手なので、なんかそういうなんていうんですかね、投げる系の球技やってみたいですね。なんやろ、スーツクラップ、好きなタイ料理は、カオマンガイ、サヌイ島、サヌイ、そうですね、本当にタイは、まあ、僕たち全員で海外行くのも初めてなので、まあ、どういった、まあ、試練だったり大変なことがあるか全然わかんないんですけど、まあ、行くからにはやっぱり僕たちの夢の第一歩でもあるので、もちろん夢を叶えていきたいですし、応援してくださる皆さんと一緒に、まあ、これからたくさんの夢を叶えていけるように頑張っていきたいなと思ってます。あ、終わりですか？あ、終わり、あ、よかった。